昨日午後0時半過ぎ、八戸市前ガス町にあるお堂から火が出ているのを通行人の男性が見つけ、119番通報しました。警察によりますと、地蔵が置かれた木造のお堂が全焼しました。また、同じ時間帯に近くの神社で狛犬の前掛けとお堂の一部が焼けました。さらにおよそ10分後、400メートルほど離れた材木店で地蔵のけさが燃えているのを従業員が見つけ消火しました。 宿市内ではきのう未明から早朝にかけても2か所の寺で不審火があり警察は連続放火の可能性があるとみて調べています。